グループの選手たちの演技が終了しました。第4グループの選手の方々は練習を開始してください。次第次第に有力選手の出場してきます最終グループが近づいてきます。この後今ウォーミングアップをしていますのは第4グループです。今演技をしたソフィー・モニオット、パスカル・ラバンシーがここまで14人の選手が滑り終わって現在トップに立っています。現在のところモニオット・ラバンシーが1位です。そしてポーランドのノバク・コラシンスキーが2位、チェコのムラジョバ・シメチェク組が3位、そして4位にチャイとサフロスキー、イスラエルのカップル、5位がウクライナのグルシナ・ゴンチャロフ、6位ベラルーシのナフカ・モロゾフ組と続いています。日本の河合、田中組は14組滑って現在のところ13位です。選手の滑走順をお知らせいたします。15番イリーナ・ロマノワ、イーゴリ・ヤロシェンコ組、ウクライナ。16番マルガリータ・ドロビアツコ、ポビラス・パナガス組、リトアニア。17番バルバラ・フーザルポリ、マウリツヨ・マルガリオ組、イタリア。18番カティ・ウィンクラー、レネ・ローゼ組。今場内にも紹介されていますが第4グループの滑走者をご紹介しましょう。この後15組がウクライナのイリーナ・ロマノワ、イーゴリ・ヤロシェンコ組、16組リトアニアのマルガリッタ・ドロビアツコ、ポビラス・バナガス組、17組がイタリアのバーバラ・フサールポリ、マウリッツォ・マルガリオ組、そして18組です。18組がドイツのカティ・ウィンクラー、レネ・ローゼ組、19組アメリカのエリザベス・プンサラン、ジェロド・スワロー組です。今画面でも紹介しています。18組がドイツのカティ・ウィンクラ、レネ・ローゼ、19組がアメリカのエリザベス・プンサラン、ジェロド・スワローのカップルです。すでにコンパルソリダンス、昨日オリジナルダンスを終わって現在トップはロシアのパーシャ・グリシク、エフゲニ・プラトフ組がコンパルソリー1位、オリジナルダンス1位、現在のところトップです。これをロシアのアンジェリカ・クリロワ、オレグ・オフシアン・ニコフ組が追いかけています。フィギュアスケートは今年のこの名古屋のオリンピックでもロシア勢が大変強く、すでに終わったペアではカザコーワ、ドミトリエフ組、ロシアが金メダル、男子シングルもイリア・クーリックが見事に金メダルを手にしています。そしてこのアイスダンスも現在のところロシア勢のトップ争いが激しくなっています。第12回大会から正式種目になったフィギュアスケートのアイスダンス、イタリアのバーバラ・フサールポリ、マウリッツォ・マルガリオ組、コンパルソリー、そしてオリジナルダンスとなかなか好調でしたイタリアのカップルです。リトアニアのドルビアツコ・バナガス組、アメリカの今ちょうど中央で演技の練習をしていますのがアメリカのエリザベス・プンサラン、ジェロド・スワロー組です。ご夫婦のカップルです。現在このカップルがコンパルソリー、オリジナルダンスの2つを割って7位です。リトアニアのカップルです。
マルガリータとポビラスのカップル、こちらがイタリア。全部で24組が出場しているアイスダンス、今日がフリーです。今日優勝が決まります。このアイスダンスはコンパルソリダンス、オリジナルダンス、そして今日のフリーダンスと3つの部門を行って、その順位点の合計で競っています。ドイツのカティ・ウィンクラ、レネ・ローゼ組、現在14組滑り終わって、フランスのモニオット・ラバンシーがトップに立っています。日本の河合と田中は14組中現在13位です。河合選手がももを痛めて、足の裏を痛めて苦しみました。しかし頑張りました。もうすでに競技が終了してスタンドから観戦しています。河合田中組です。選手の方々はリンクサイドにお上がりください。この長野で大きな自信を得ました河合田中組。これから第4グループの演技が始まります。